今年度の日本民間放送連盟賞の受賞作品が発表され、去年サンテレビが制作したドキュメンタリー番組筆で伝える思いがテレビ報道番組部門で優秀作品に選ばれました。筆で伝える思いは神戸市に住むダウン症の書道家住野優子さんに密着したドキュメンタリーで、住野さんが東日本大震災の被災者と交流し、新たな作品を通して命についての思いを伝える模様を放送しました。生きる道だから書きました。道につながって幸せに生きててほしい気持ちを込めた意味です。番組では住野さんが発する言葉の素晴らしさにスポットを当て、作品の力で多くの人の心をつかんでいく様子を映像を通して伝えた点が評価されました。これを受けサンテレビでは筆で伝える思いを今月29日午後1時から放送します。